ちゃんには特に何かをしたってことはないと思うけど。え？ないよね？うん。うちらが絡んで落ち込ませたってことはないと思うけど。え？いいんじゃないの？適当に返事するのやめな。でもまあ、のあちゃんが悩んでるのなら、谷風くんはどうしたん？話聞こかって言うべきだよ。その雰囲気に関わらずさ。なんのなんの。それじゃ、私たちは帰ろっか。そうだね。じゃあバイバイ、谷風くん。じゃあね。またねー。男の子はそんなにおっぱいが好きなのか？リクもおっぱいが好きなのか？それは本能なのか？実は。させられてしまったから、やっぱりリクもおっぱい大きい方が好きなのか？そうなのか。好きなのか。聞いてる。おっぱいが好きなんだろう。